マト兵のスレイブは、原作、高博、作画、竹村陽兵による日本の漫画作品。累計発行部数は80万部超え。集英社のウェブコミック配信サイト、少年ジャンプにて2019年1月5日より、土曜日に配信中。数十年前、日本各地に突如として出現した謎の門。その先には、周期という怪物と食べたものに、 昨能の力を与える桃が存在する異空間、的があった。桃は女性にしか能力をもたらさなかったため、世の中は男女平等から女尊男比に変化。日本政府は的への門を管理下に置き、桃の力を得た女性で構成された新たな組織、魔法隊を編成した。そして2020年のある日、震度に悩む高校3年の男子学生である和倉祐樹は、 突発的に発生した門の中に入って的へと迷い込んでしまい、周期に襲われてしまう。そこへ駆けつけた魔防隊7番組組長、偶然強化によって助けられるが危機は続く。絶対絶命の時、強化の能力、無休の鎖によって勇気は奴隷にされ、代わりに強大な力を手に入れて切り抜ける。こうして勇気は、強化の奴隷兼魔防隊の寮の管理人として、 周期と戦う日々を送ることになった。7番組、1番組、2番組、3番組、5番組、6番組、8番組、9番組、10番組、8、雷人人型周期特殊個体。ありがとうございます。